ドミトリー・デミアシキン。ドミトリー・デミアシキンは、スイスの市民権を取得した、ロシアのピアニスト。1999年により、スイスのビンター・トゥーア在住。デミアシキンは、モルドビア共和国の出身。7歳よりピアノをはじめ、伝統ある、火山音楽院で W スピリドノバに支持。2年後、新しく指示した、経営者名のモスクワ住に伴い、デミシキンも、 家族と共に、モスクワに転居し、1991年より、モスクワ中央音楽学校で学ぶ。1993年11歳でのチェコの国際コンクール優勝を皮切りに、デミアシキンは全ヨーロッパ及び、北米を中心に2桁に上る、数々の重要な国際コンクールの覇者となり、その演奏の類いまれな、豊かな音楽性、洗練された優雅さ、繊細さは、 輝かしい超絶技巧を伴って各地の審査員や批評家たちに鮮烈な印象を与え続けてきた。15歳の時、スイスで開催されたマルゲス国際マスタークラスに参加したが、その後主催者側から全額奨学金を授与されて、さらに2回招待参加している。1999年により、スイスリラ財団の奨学金を得て中立比芸術大学にて、 コンスタンティン・シェルバコフ、およびホメロ・フランセカク氏に指示。同時に、T.L. コロスの下で、モスクワ中央音楽学校での勉学を並行して終了。さらに、フランス、ドイツにおいて、レウ・ナウモフ、アレクセイ・リビモフ、エリソ・ビル・サラーゼ、ドミトリー・バシキーロフ、ブラディミール・ビアルドといったロシア学派の巨匠たちの下で、 研鑽を積んだ。また、中リヒ芸術大学にて演奏歌養制課程、及びソリスト課程を最優秀の成績で終了した後、2008年から2010年まで、中リヒ芸術大学にて、ホメロ・フランセス教授の助手を務めた。デミア資金は、世界各地で演奏活動に従事し、チし、中リヒトーンハレ管弦楽団、ーリヒ室内管弦楽団、ボンベトーベン管弦楽団、 リエージ公共楽団、プラハ公共楽団、サンクトペテルブルク公共楽団、サンディエゴシンフォニーオーケストラ他と共演。中でも、ウラジーミル・フェドセーフ式、モスクワ・チャイコフスキー公共楽団とは、すでに何度も共演を重ねている。2012年より、スタインウェイアーティスト、ありがとうございます。